滋賀寺商人は戦っていた。若い頃の肉との戦いには来世の獲得の希望があった。しかし老年に及んでこの絶望的な戦いは取り返しのつかぬ喪失の感情と結びついていたのである。喪感も雑略感もあだであった。さざ波の底に揺らめいて、見やすところの美しい顔が浮かんでくるからである。集中が有害であると悟ると、商人は努めて心を拡散させて、曖昧にしてしまおうと試みた。
実際、集中がかえって深い迷いにつながることは、商人を驚かせたが、商人は見やすところの幻をいろいろと称言することに喜びを感じた。そうやって恋の相手をますますきらびやかな存在に仕立てて、thank you.